まだいけるか。もちろんだエビ、お前が一緒だとトレーニングがはかどるよ。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。よし、今度一緒にプロテインでも買いに行くか。いいな、今日の授業終わったら行くか。そういえばよ、今度俺たちものすげえバケモンと戦うみたいじゃねえか。ああ、さすがアーノルド魔術学院だな。入学したばかりの生徒相手にあんなやつを出してくるとは。授業内容が充実している。テンション上がってきたぜ。俺たちのトレーニングの成果を見せてやる。次回、氷剣の魔術師が世界を滑る第3話。世界最強の魔術師である少年は休日を謳歌する。どっちがあいつを倒せるか勝負だ。いいだろう、負けたらプロテイン1ヶ月分な。よし、その賭け乗ったぜ。